はい、皆さんこんにちは、デジーです。いよいよですね、2021年も残りわずかとなりましたけれども、まあ年末年始といえばですね、地デジとか BS とかですね、特番が増えてくると思います。ということでね、今回はブラビアのね、レコーダー性能についてお話ししたいと思います。はい、今映ってるのはですね、2021年モデルのブラビア XR ですけれども、これね、今年からね、3チューナー搭載しております。ということはですね、1チューナーは視聴専用で、残りのね2チューナーは録画チューナーとなっておるんで、2番組同時にね録画が可能となっております。もうね、ブルーレイディスクレコーダー並みのね性能になっております。はい、でね、これプラスですね、ナスネ、まあ、今年ねバッファローさんからですね、ナスネが発売されましたけれども、このねナスネとブラビア XR をね組み合わせれば、まあ3番組同時録画も可能になっております。まあ、基本的にですね、バッファロー製ナスネはブラビアには非対応になっておりますけれども、アプリによってね録画とか視聴が可能なんで、まあそういうところもね含めて説明していきたいと思います。それではですね、ブラビアのね番組表を表示させたいと思います。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃね見やすいです。でね、レスポンスもねめちゃくちゃいいです。このようにねスクロール、今スクロールさせてますけれども、どうですか、めちゃくちゃ高速でしょ。でね、表示もねパッと、このねコンテンツのね表示もねパッと表示されます。はい、これはねストレスフリーでございますね。はい、で番組表もですね結構凝っておりまして、今ね一番小さい表示なんですけれども、3段階でね大きさが変えることができます。はい、これが2段階3段階これがね一番大きい表示ですね。うん、まあお年寄りの方でもねはっきり見れるようにね、このように3段階のね表示が可能です。でね、先ほども説明しましたけれども、ダブルチューナーだ、ダブルチューナーじゃない、ダブル録画が可能なんでね、今適当にね予約録画をしてみたいと思います。同じ時間帯のねコンテンツを予約録画してみたいと思います。まあ、適当にね今予約しますけれども、はい、これがね番組説明の画面で、右側にですね録画予約っていうのがあるんでね、これを押していただくと、まあ、こんな感じでね表示されます。で、繰り返し設定もね可能で、1回だけ録画、毎週、番組名、毎日で、月曜から金曜、月曜から土曜日っていうのね繰り返し設定も可能です。で、録画モードはですね基本的に DR ですね、非圧縮モードですね。はい、で、録画機器は録画用ハードディスクとなっております。で、このままねこれでよかったら予約確定を押せば、はい、時計マークがね表示されて予約が可能となります。はい、ちょっとね大きく表示させますけども、はい、見えますかね。で、今度はね、別の裏番組をね、同じ時間帯の裏番組をね予約したいと思います。はい、今までのねブラビアはね、一つのコンテンツしか予約できなかったんですけれども、同じ時間帯で、今年のねブラビアはですねダブル録画が可能になっております。はい、このままね予約確定で、はい、予約しましたっていうことでね、見てください、予約のね録画マークが2つね同じ時間帯のコンテンツがね表示されてますけれども、はい、これでダブル録画が可能となっております。はい、でね、これをね録画した番組はどこで見るかというとですね、これはアプリですね、録画リストっていうアプリがあるんで、これをねクリックするとこのようにね今までね録画されたコンテンツがね表示されます。はい、
でね、この横左側を見るとね、未視聴とかね、バラエティドラマとかね、こういったカテゴリーでね振り分けされるんでね、非常に分かりやすいです。まあ、見てない番組はね89個今あるってなってますけれども、はい、ただね一つだけ不満なのが再生機能ですね。うん、当然ね早送り巻き戻しはできるんですけれども、チャプターがね記録されてないんで CM 飛ばしとかはねできないです。あとね10秒飛ばしとかね、うん、そのあたりはねちょっと不便ですけれども、うん、来年のねブラビアはですね、ぜひねチャプターモードとかにもね対応してほしいなと個人的には思っております。はい、でね、先ほどもね話をしましたけれども、トルネというアプリがありまして、これはねバッファロー製のナスネも使えますんで、基本的にですねバッファロー製ナスネはブラビアには対応してないということになっております。まあ、12月現在ですね。ただねこのトルネモバイルをねインストールすればナスネもね予約可能ですし、当然ねビデオ視聴もできます。でナスネのいいところっていうのはね、チャプターもね記録されるんで CM だけ飛ばしたりとかですね、うん、そういった再生機能もねしっかり作られているんでね、ブラビアの再生機能がちょっと物足りないなっていう方は基本的にはねナスネで録画とかね予約録画した方がねいいかなとは思います。うん、ただナスネに関してはですね1台につきワンチューナーなのでダブル録画ができないんで、うん、見たいコンテンツがね被ってしまったっていう時はですね、このブラビアのレコーダー機能とナスネを組み合わせればね、合計3番組録画できるんでね、この年末年始のね特番、まあいろいろ見たい番組があると思いますけれども、うん、これで安心ですね。ブルーレイディスクレコーダーはね基本的に必要ないかなと思っております。あとですね予約録画に関してなんですけれども、めちゃくちゃね便利な使い方もねあるんでね、それを紹介したいと思います。まずねこのようなタブレット端末とかですねスマートフォンを用意していただいて、ビデオ&テレビサイドビューっていうアプリがねあるんで、それをインストールします。そうするとですねこのような番組表がね表示されますんで、これをこっからね予約録画することも可能です。はい、めちゃくちゃこれ便利なんでね、私もこれ予約録画に関してはですねブラビアから直接予約録画するんではなく、こういったねテレビ&ビデオサイドビューかな、このアプリからね予約録画しております。でねこれリモコン、ブラビアのねリモコンもね操作できるんで、これめちゃくちゃ便利なんでね、ブラビアを購入された方はねこのアプリ入れるとね非常に便利だと思います。はい、ということでね今回はブラビアのねレコーダー機能についてね説明させていただきましたけれども、まあこれからね年末年始ということでいろんなね特番などがね放送されると思います。でねそういった番組をね結構見たい方もいらっしゃると思いますけれども、まあね存分にブラビアのねレコーダー性能を使ってほしいなと思っております。でちなみに最後にね、私の録画環境を紹介しますけれども、まあ、先ほどからもね言ってる通り、このねバッファロー製ナスネと、まあ、奥にね映っている外付けハードディスクでコンテンツをね録画しております。うん、まあだいたい4テラバイトぐらいのねハードディスクがあればね、こと足りると思います。まあ保存をしたいっていう方はねちょっとおすすめできませんけれども、まあ、保存したいんならね素直にブルーレイディスクレコーダーをね購入された方がいいとは思いますけれども、取って消す取って消すっていうねそんな感じでね気楽に録画したいっていう方はねこういった環境でね十分だと思います。はい、ということでね
もういよいよ2021年もね終わりますけれども、まあ、いろいろねこれから特番面白いねコンテンツが年末年始放送されると思いますんでね、ブラビアのレコーダー性能をねフル発揮していただきたいと思います。まあ、こういったねガジェットの、動画をねレビュー動画をアップしてますんでね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。